エネルギーナビゲーターを畑晴美がお送りする。星読みつれづれ草101。今日は新月と満月のメッセージ。2018年7月27日と28日、水瓶座4度44分、満月皆既月食のメッセージをお届けします。はい、皆さんこんにちは。畑晴美です。先ほどこの動画作ったですね、コンバージョンしてたんですけど、その後で動画の、何て言うんですかね、保存するのをイエスとするところノーとしてしまって、全部おじゃんになってしまったので、今回取り直しています。火星も逆行してるし、本当にこういうことが起こるんだなというのが象徴的な一日になってしまいましたけど、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。この間の、部分日食、水瓶座20度、皆さんはどんな日食をお迎えになりましたか？NG ナビだったかな、オラクルカードリーディングで申し上げたかもしれないんですけど、このヤギ座20度、カニ座20度の新月、今度はですね、20年の1月11日ね、そこも111ですけどね、今度は同じ20度のところで、ヤギ座のとね、カニ座で、ここは月食になるんですけど、月食だったかな、とにかく満月ですよね。ここで同じ度数が来ますから、この日食でしっかりと種をまいたことがですね、実ってくるタイミングです。ですから、ぜひですね、しっかりとビジョンをクリアにしてね、見ていくことが大切です。今、今月は本当にものすごいエネルギーが来ていて、さっき作った動画すごくいい感じでできたのに残念ですけどね。同じように話せるといいんだけど、まずね、今、ものすごく月食日食が続いていますから、激しいエネルギー来てますけど、特に今回のこの水瓶座の皆既月食はね、まず見てください、度数。4度44分ですよ。ね。これも、宇宙からの大きなメッセージだなと思います。あとで4度44分というふうに4がね、重なってくるときのがどういうエネルギーかというのをお話していきますけれども、その前にね、ちょっとだけ先に、お話をしていくとですね、どっから話そうかな。先にじゃあ、満月図をお見せしましょうかね。こういう感じの満月図です。これは第4回か5回のウェブナーでですね、火星の逆行のお話をしてるんですけど、詳しく。その時にも皆さんにお見せしてますね。この時、今回の月食はですね、皆既月食になるんですけど、月が4度44分、水瓶座。で、そこに火星がですね、3度58分、ほとんど4度で重なっていますね。ということは反対側に土星、太陽がいるんですけど、満月ですから、いつもですね、太陽の真反対に、星が来てると逆行するものは逆行するんですよ。ですから、これが火星の逆行のピークになります。で、今回のこの火星はですね、今年の火星の逆行の火星はものすごくアクティベーションが起こってる話を皆さんしていますよね。まず第一に、とても、いつもね、この逆行のピークになるときは、地球に一番近くなるんですけど、ここに地球がいるわけですからね。合になるときは、火星が太陽と向こう側にいるんですよね。だからこんな離れてるんですけど、オポジション、地球から見て反対に見えるところはですね、こちら側にいるのはすごい近いわけですよね。だけど、今回は特に2003年に大接近火星がしてるんですけど、それと同じぐらいすごい接近しているので、まずとても火星のエネルギーが強くに地球に影響してきます。なおかつ、2年ぐらい前にもあったんですけど、太陽はですね、地球はですね、太陽の周りに地軸を23度ぐらい傾けてこう回ってるんですけど、その23度ぐらいのところにですね、赤道とその、黄道との幅みたいなのがあるんですけど、そこの23度、北と南に23度ぐらい触れてるところに、大体いろんな惑星そこに回ってるんですけど、そこからちょっと外れてくるときは、アウトボンドといってですね、かなり激しい影響が来ます。で、今、火星はアウトボンドなんですね。だから今年の火星はとても力が強いということをまず頭に入れておいてください。そして、この月食はですね、
今世紀21世紀で一番パワフルな月食となります。なぜかというと、一番長い月食なんです。1時間半ぐらいあるのかな。ちょっと、何分っていうのを調べたんですけど、今ちょっと手元にどっか行っちゃってもう持ってないんですけど、とにかく今年、いずれにしてもこの月食はとてもパワフルだよってことはまず頭に入れといてください。その上で4度44分ですからね。さて、これからね、この具体的にこの、アクティベーションがね、どんなふうに起こってくるかというお話しする前にですね、ちょっと先にですね、もう一度こちらのお話をしていきたいと思います。つい、2日か3日前にですね、第7回の星読みつれづれさの有料ウェブナーを終了しました。ここは土星のヤギ座イングレスといってですね、土星がですね、2018年の12月にですね、自分が支配しているヤギ座に戻ってきたんですね。で、土星というのは太陽の周りを29.5年ぐらいかけてですね、回りますから、29年、約30年ぶりにですね、土星が地球に帰ってきているので、まあ、土星回帰、土星がですね、自分の生まれたネイタルチャートのところに戻ってくると土星回帰というんですけど、これ30年に1回、ね、次に60歳の頃に1回起こりますけれども、その土星の、サイクルの基礎知識を皆さんには、ここで説明しています。で、今回ですね、ですから30年ぶりに土星が戻ってきましたけれども、これはただの土星回帰ではないんですよっていう話を動画でしています。で、今本当に地球が大きく波動を上げてきているというふうに、たくさんの、スピリチュアルリーダーの方も言ってると思うんですけれども、アストロロジーのすごいところは、それがどんなにすごいのかというのをきちっとですね、星の配置の統計を取って見せることができることなんです。で、私はですね、第3回の有料ウェブナーで、2020年へのストラテジー第2弾で水瓶座の時代の幕開けというウェブナーを皆さんにご提供しています。そこで皆さんにもお知らせしてるんですけれども、やっぱりね、この今本当にすごいエネルギーが来ているのは、一番大きな背景はですね、これは私の100%オリジナルの、リサーチなんですけど、冥王星が、50年近くかけて太陽の周り、250年ぐらいかけて太陽の周り回るんですね。ですから、冥王星が2008年に250年ぶりぐらいにヤギ座に戻ってきたんです。で、冥王星というのはサソリ座のルーラーですから、死と再生を表しますね。冥王星が入ってくるとですね、そこのサインの、もうあの持っているエネルギーというかね、テーマがですね、大きく一回壊されて、作り直されるエネルギーが来ます。本当にトランスフォーメーションしていくエネルギーです。で、やっぱり2008年に冥王星が、250年ぶりに戻ってきたんですけど、その直後にですね、リーマンショックが起こってるんですね。で、いまだにまだ冥王星は今、ヤギ座の19度とか20度あたりをいますけれども、まだしばらくいます。ですから、これがまず大きく社会の仕組みを表すヤギ座ですよね。そこが大きく根本的に今変わろうとしてるんです。で、2008年から3年ぐらい経った、2年ちょっとですけれども、2011年の3月12日に、ね、東北大震災の翌日ですね、直後に天王星がおひつじ座に入ってきました。そしてまたその数日後、ね、次の月ぐらいにですね、海王星が自分が支配している魚座に160年ぶりに戻ってきているんです。で、やっぱりこの配置がね、私は大きく、私たちが天王星というのは、牡羊座というのはまず私たちの最初のサインですね。だから、自分がどんなふうに生きるんだという自分をアイデンティティを表すところに、またヤギ座が社会的な仕組みとか、そういう社会的な習慣とか政府だとか国だとか、そんなものを象徴するのであれば、牡羊座第一ハウスは個人を表します。もう私たち一人一人が天王星はですね、より豊かな高い波動で本当に自分らしく生きていける、自分のユニークさ、個性を大切にして生きていくんだって声を上げていくときに、大きな冥王星で破壊されてきている仕組みを、もう一度宇宙の真理を表す海王星とか魚座ね、そこに海王星が戻ってきている、この海王星がですね、ちゃんとですね、私たちがその
社会と自分とをアライメントしてですね、整合性をとっていけるのはこっちだよっていうふうに導いてくれる大きなチャンスを私たちもらってるんじゃないかなと思ったんです。それで私は、私の持っているソーラーファイアというアストロロジーの、ソフトウェアにはですね、紀元前5000年から紀元後5000年までの1万年のデータベースがありますから、そこでこういう組み合わせが何回ぐらいあるんだろうというふうに調べました。そうするとですね、実はですね、たった9回しかなかったんですね。で、前回あったのは紀元前、一番最初にあったのが紀元前1424年なんですよ。で、終わるのが1416年なんですけど、なんと3420、今はもう8年ぶりになってると思うんですけど、のことなんで3500年ぐらいこういう配置がなかったんですね。で、この時はですね、やっぱり逆行をするので、最初は3ヶ月ぐらいこういう配置があって、それからちょっと抜けて、また6年ちょっとあって、それから最後7ヶ月というふうに3回あるんですね。だから前回のこの3回というのは、3回とはいえ、1回、大きく分ければ1回こういうチャンスが3500年前にあったということですね。そして今回が、この2011年の4月の4日からですね、海王星が魚座に入った時から全ての天体がこの組み合わせになってですね、最初は5ヶ月でちょっと抜けてですね、逆行したので、で、また6年ちょっとあってですね、そして今度は、今年の11月の7日から、ここに赤線で引いてますけど、もう一度天王星がですね、牡羊座に戻ってきます。ですから、この2011年から大きくいろんな、力があってですね、私たちが一人一人が自分らしく生きていっていいんだよというふうにですね、私たちを励ましてくれながらですね、いろんなドラスティックな変化を私たちに伝えてきてくれた宇宙がですね、もう一回見直しをするチャンスをもらってるんです。こういうすごいタイミング、そして次はですね、2500年後にちょっとあるんですよ。あ、ごめんなさい、2513年にあるので、あと500年後にもう一回こういうチャンス来ますけれども、500年はもっと皆さん、今の私たち誰も生きてないし、この時は最初が8ヶ月、次が2年ちょっとで3ヶ月ですから、こんなに長い間の変化ではないんですね。そして2500年を超えると、西暦戦後、紀元後5000年までにもう二度とこういう星の配置がなくなります。ということは、ここを1回とすると、1回、2回、3回しかないんですよ。ね。1万年に。そんな大きな、変容のエネルギーが来ている。ね。で、この時にですね、冥王星のが土星に入っ、ごめんなさい、ヤギ座に入ってる時に、これから2020年までに、たくさんの星がヤギ座でに入ってくるんです。で、そういうタイミングでの土星回帰なんです。ですから、ただの30年ぶりの土星回帰ではないんですよということを、ここで皆さんに詳しくご説明しています。ですから、ぜひですね、まだこの7回目のウェブナーを見てらっしゃらない方は、ぜひご覧になってほしい。で、ここでですね、土星のサイクルの基礎知識を、皆さんに簡単にお教えしてですね、もう一つお伝えしたのは、どこだったかな。ちょっとここには置いてないんですけれども、土星と冥王星の合についてのお話をしています。そしてその時に皆さんにお約束したんですけども、今回はですね、2018年はウェブナーは次回の、ついこの間もう動画で配信してますけれども、第8回のウェブナーで金星についての基礎知識と金星の逆行をね、ことで終わりにしようと思っていたんですけれども、やはりこの土星の、第7回の土星ヤギ座イングレスの準備をしている段階でね、もうちょっと皆さんにこの土星のですね、基礎知識のサイクルを具体的にご自分の、人生を振り返る時の読み方として詳しくご説明することと、これから土星がですね、冥王星と重なってくるんですけど、これ30何年ぶりに重なってくるんですけど、ここをですね、次回、前回はですね、1982年かなに重なってるんですよね。そこからのフェーズで、今度2020年までの間の、ご自分の課題をよく読んでいく方法を具体的にお話ししていこうと思います。そうすることによってですね、今度2020年以降に自分がどんな、アクティベーションが起こって、どういうことが起こってくるんだろうかということが、今までの
自分の人生を振り返ることでだんだん分かってくると思います。そして2019年はですね、もう一つこの2018年とても大事なのは11月の、7日か6日頃にですね、能動軸がですね、今度はいよいよヤギ座と蟹座に重なってくるんですね。だからどういうことかというと、来年からの日食月食はみんなこのヤギ座蟹座でどんどん起こってきて、ノードマジックまで起こってくるので、このものすごい大きな最後の2020年に向けての総仕上げになってきますから、この日食月食の、チャートをですね、皆さんに詳しくご案内していく、ウェブナーをお約束しましたので、ぜひですね、まずはこの7回のウェブナーを取っていただいて、こちらの方も参加していただければと思います。このね、このウェブナーをですね、11月8日の新月、ちょうどこの時ですね、11月8日のですね、朝の1時、午前1時ちょっとに、1時1分に入るんですけども、日本時間では10時から、午前10時から、この後のね、10時から、ウェブナーをします。で、この時の、見ていただくと分かるんですけど、月と太陽は、蟹座、ごめんなさい、さそり座の15度11分にありますけれども、木星はですね、29度48分で、もういよいよ木星が去年イングレスした、さそり座を抜けてですね、翌日の11月9日にはですね、木星が自分が支配している射手座に入っていきます。ですから、これは大きなアクティベーションがまた起こってきます。この時の星の配置見ていただくと分かるんですけれども、天王星もちょっとその前に、確か11月の6日か7日頃にですね、逆行してきて、もう一度て戻ってくるんですね。さっきここお話ししたでしょ、これね。ね、ここ7日になってますね。で、ノード軸も、ヤギ座、カニ座に入るのが6日ぐらいなんですよ。とにかくこの時にいろんなことが起こってきています。ね、ですからこのタイミングで、この天王星と金星もですね、オポジションになってるしね。で、能動軸に対して綺麗なグランドクロスができてるし、本当にこのパワフルなこのさそり座のタイミングでですね、皆さんにこの、具体的なね、本当にかなり具体的にですね、自分のチャートを読んでいくということの、手ほどきをしていくようになる、やっと皆さん基礎知識がね、できてきたと思うので、まだ、最近星読みつれづれ草を見るようになったという方で、よく星の見方がわからないという方はですね、有料のウェブナーとかですね、の1回目、2回目あたり、3回目ぐらいね、詳しく、ざっとお話もしてますし、私の、プレイリストの方の中で、ホロスコープの読み方を少し紹介しているのもありますから、ぜひ参考になさってみてください。で、私のさそり座のこの15度11分の新月はですね、なんと私の12ハウスなんですけれども、この木星はですね、私のアセンダントとほとんど重なってますね。4分しか違わないんですね。だからやっぱり私にとっても大きなアクティベーションが来るんだろうなというのは、しみじみ思うんですけれども、ちょうどね、天王星も私の、海王星とぴったりですね、180度取ってますしね。で、ここでもう綺麗なグランドクロスできてるしね、本当に言い出したらキリがないんですけど、このタイミングで皆さんにこういう情報をね、差し上げることで、皆さんお一人お一人がアストロロジーという素晴らしい、ツールをですね、ご自分の人生をタイミングサイクルを見ていくことでね、うまく舵取りナビゲーションができるようなツールとして学んでいただけたらと、本当に切に思っております。ね、コンシャスネスアストロジーの入門コースを受けてらっしゃる方は、だいぶ分かってきてらっしゃると思うんですけども、いよいよそちらも、初級コースがスタートしていきます。ね、どこだったかな、初級コースのスタートの話は、どっかここに、置いてたと思うんですけどね。はい、そうですね、ここのイントロのウェブなんですね。こちらでですね、皆さんに、詳しくですね、初級コースの内容と、それまでの、やはりですね、今の星の流れみたいなこととかね、をお話ししてですね、この無料ウェブな登録していただく必要があるんですけど、こちらに、参加していただいた皆さんだけはですね、特別価格でこの初級コースの割引を受け付けることになってますので、今からぜひですね、登録のご案内ができたときには登録していただけたらと思います。さあ、話がちょっと飛びましたけれども、もう一度 こちらのですね、満月データの方に入っていきたいと思います。
今回の、皆既月食はですね、アメリカは7月27日、ロサンゼルスタイムの方は午後1時20分なので、月食は見れませんね。月が出てませんからね。太陽がありますからね。昼間ですね。日本の皆さんは見ることができると思います。夕方の朝の5時20分です。28日の。ですからちょうど1月31日か30日頃のですね、やはり皆既月食が今度は、あの時は獅子座であったんですね。太陽が水瓶座でね。月が獅子座で。で、ちょうど葵さんと私はジョシュアツリーに行って皆既月食を私のアストロノジャーの仲間とですね、見たんですけれども、あの時にどんな種をまいていたかということが、もう一回ここでね、見ることとても大事だと思います。あとでリエさんのチャートと一緒に、自分の、タイミングをね、ちゃんと見ていく、ご説明していきますけれども、今回、面白いなと思うのは、水瓶座の4度44分、獅子座の4度44分で、このように、食が起こるんですね。で、やっぱりこの4がね、重なってくる時のエネルギーというのは、4というのは、4ハウスの4もありますけど、非常にベースの、自分のベースができるという感覚ですよね。で、私の、ヌメロロジーとか、オラクルカード、それから、クリスタルのヒーリングなんかのですね、クラスの先生はですね、アラーナ・フェアチャイルド先生って言うんですけど、その先生の授業を受けた時にですね、ヌメロロジーの、444の組み合わせというのはね、やっぱり宇宙で天使がね、天使というかね、そうエンジェリックなね、要するに宇宙のいろんな私たちの守護霊様とかいらっしゃるんですけど、そういうものがね、私たちをいろんな陰でですね、まだ自分たちにははっきり気がつかないけど、サポートしてくれてるんだよっていうメッセージなんですよっていうのをおっしゃってました。で、先生の個人的な体験もシェアしてくださってたんですけど、今ちょっとそれを話すと長くなっちゃうから今言いませんけど、私も本当最近ですね、パッと見るとですね、11時44分とか4時44分って4をよく見るんですよね。だから今この本当に火星がね、まず土星と重なってるんですね、今年は。ちょっと前にも火星の逆行のところでもお話ししてるし、皆さんの、今までのエネルギー鍋でもお伝えしてますけど、この4月の3日に土星と火星が、ヤギ座の8度で重なってます。その時に、東京はですね、アセンダントとエグザクトで5だったんですよね。で、やっぱり、こういうふうにね、アセンダントとかディセンダント、MCIC とかディセンダントってこういうのアングルっていうんですけど、そういうところとこういうタイミングで重なってくるときは、ものすごいアクティベーションがきますから、多分ですね、今年の火星が強くて、この後、牡牛座に天王星が入っていったりしますから、日本は地震とか災害とかそういったことも起こりやすいですよと、あと、いろんなね、国同士の、そう、なんていうんですかね、攻防戦みたいなもの、ひどい場合戦争なんかもね、紛争なんかも起こりやすいエネルギーが来てるよっていう話してましたけど、実際その後ね、大阪でも大地震が出たし、今水害が起こっているしね、そういう意味で、そういうことが起こっていても、実はそれももっと大きな枠組みの中で私たちが何か変えていくために、サポートとして来てる意味もあるんですね。だから大変かもしれないけども、そのこと一つ一つに一喜一憂するんではなくて、そういう時こそですね、ここから私たちがもっとちょっと離れてですね、自分の内側の方に、外側のことになんだかんだと言ってリアクションするんじゃなくて、こういう激しいエネルギーの時こそ自分の中心としっかりと見て、今ここで自分のハート、宇宙とつながってる自分のハイヤーセルフとしっかりとつながって、自分の波動を上げていくというかね、起こっていることに対して自分がいろんな感情も出てくると思うんですけど、その感情もしっかり受け取った上で、今ここで自分が何ができるか、何をしようとしているのか、どういう自分でいたいのか、そこを見ていくのがとても大切な一年になってきます。で、もう一つ、この時、これだったかな。この間の月食もね、月食では日食ね、7月13日の。あの時は、この蟹座20度が東京で読むとですね、しっかり MC で重なってましたね。日本は本当に今年はものすごいアクティベーションが起こってるんです。ですから、
そして今回の月食は、太陽が、アセンダントとほぼ近いです。ね、ノード軸も。で、月の方はディセンダントですね。また今度はイグザクトではないんですけど、かなりコンジャンクションになってますよね。そして、この月が水瓶座にあるというのは、水瓶座の月というのは一番なんていうんですかね、月の中では感情のドロドロの月じゃないんですね。ぐっと引いて高い視点からですね、客観的にいろんなものを見ていく月です。で、それをする中で多分ですね、火星もここにいますからね、一緒になって、なんかいろんな大きな気づきが出てくる時なんですよ。そしてこの水瓶座のルーラーである天王星が、日本の皆さんの場合は MC と重なってですね、2度にいるんですけど、牡牛座の、これがね、ルーラーがスクエアですよね。綺麗な T スクエアができてるんです。ですから、やっぱりですね、ここはね、本当に自分がこの2011年からずっと天王星が8年ぐらい、牡牛座にいてですね、私たちのアイデンティティというかね、あなたは本当にどうやって生きていきたいのということをですね、問い続けてきてくれました。で、そこを今度牡牛座に入ってぐっと着地させていくエネルギーなんですけど、そこでもう一度それを 見返ってごらん。何かそれでも手放せないって言ったものがあるんだったら手放すように壊してくれてるようなエネルギーが来てますから、結構いろんな方がですね、いろんな事象が起こってフラストレーションが溜まっている方も多いと思います。前の動画でもお話ししてますけど、火星は前に直進していくエネルギーなんですね、牡牛座のルーラーですから。で、その火星が2年に一度逆行するということは、前に進みたいのに進めない状況が続きますから、なかなか物事が自分の思った通りに進まないとか、やり直しにさせるとか、今回私がこれですよね、動画をせっかく作ったのに、で、もうあとアップするだけになったところで保存するの間違えてしまって消してしまったみたいなことが起こるんですよね。だからなんかもう一回やり直しなさいっていうことなんだなと思って今作り直してますけれども、まあそんなようなことが結構起こる中でね、やっぱり自分の内側をもう一回ね、そこにフラストレーションになるんではなくて、これも何か自分の見返るチャンスもらってるんだと思って、対処していくことが大事かもしれません。で、カイロンがですね、今2度でですね、牡牛座の2度でですね、この、ノード軸、この満月、月食のところにですね、調停を取ってますよね。だからそうすることでですね、もう一度何か自分の中の大きな癒しが起こってくるようなタイミングですよね。それから金星が、海王星と綺麗な、オポジションを取ってます。ですから、この金星ね、皆さんが乙女座どこにあるかわからないんですけど、皆さんのあるこの乙女座の19度、私の場合18数になりますけど、ここのテーマをですね、もう一回しっかりと見返るときにね、海王星が魚座で、本当にあなたが、私たちがやろうとしている、今このアクティベーション起こっているところをね、ちゃんと見ていってですね、宇宙の大きな法則に自分が合ってるかどうかを見ていけるように、金星をうまく使いなさいよと言ってくれてるような気がします、私には。そして今回土星もですね、カイロンとスクエア取ってますから、いろんな意味で、しっかりとね、いろんなことが起こってくると思うんですけど、そこで一喜一憂するんではなくて、自分の時間をしっかりとってですね、自分の内側をよく見ていくということがとても大事だと思います。木星も逆行からこの間抜けていますね。で、天王星と、ごめんなさい、海王星と、綺麗なトラインも取ってますから、やっぱりシャドーワークをずっとしてきたことがですね、ここに来てですね、あ、やっぱりそういうことだったんだなっていうような気づきが結構起こってくると思います。ね。ロサンゼルスのタイミングで見るとですね、アメリカの場合はロサンゼルスタイムはこの IC で重なってるんですね。だからこれもなんかとてもパワフルなタイミングだと思うんですけど、皆さんのお一人お一人はこの水瓶座の4度あたりが何ハウスにあるんでしょうか。このノード軸のところがアセンダントやこの MCIC と重なってる場合は、同じように個人的にも大きなアクティベーションが起こってますから、ちょっと見ていきましょうね。はい。それではもうちょっと先に進めますけれども、アストロノメロロジーでいくとですね、今年は、
2018年はすべて 2+0+1+8 は11になるんですよね。で、11というのは何度も申し上げてますけど、マスターナンバーなんです。で、タロットカードでいくと11はですね、ジャスティス、正義のカードなんですけれども、タロットはマルセイユ版とワイダー版でちょっとここがだけがずれてるんですね。で、マルセイユ版でいくと11のカードは、このストレングスのカードになります。ですから、私はいつも11の時この両方お見せしてるんですけど、やっぱりこれすごく面白いですよね。11というのは非常にこうゲートウェイです。門です。そしてそこからですね、宇宙につながっていくところですよ。何がこのジャスティスはですね、剣を持ってですね、あの天秤持ってますね。本当に自分の中で何が正義なんだろうと、本当に宇宙の法則と自分が合ってるかどうか、そこをちゃんと試される時だと思います。何かいろんな事象が起こって自分が思った通りにならないようにならない時は、私たちすごくフラストレーションを感じて、何かボナラブル、ね、なんかもう力がないんじゃないかというふうに思ってしまいがちなんですけども、そこをその起こった出来事に集中してると波動が低くなるから、そういうふうになんか本当は自分はもう力がない、価値がない、なんか自分はなんてついてないんだ、なんてこうなんだというふうに自分が犠牲者のようになってしまいがちなんですけれども、ぐっとそこをですね、自分の内側の方の本当に自分がどんな風な生き方をしたいんだろうという自分のハートの声の方に周波数を合わせてですね、本当に自分らしく生きるんだっていうことを信頼していったときに、このストレングスのカードね、無限の8 の、 あの無限のマークがついてる女神様みたいな女性がですね、素手でライオンをですね、手なずけてるでしょ。こういう穏やかな強さに、自分の内側の強さに今気づいていけるときだと私は思っています。11というのは、1+1 で2にもなるんですけど、2はハイプリステス、女教皇ですね。ここにも、潜在意識、無意識と顕在意識のゲートウェイがあります。いろんなシンボルがこの中にも入ってるんですけども、いずれにしても今年はそういう何か本当にですね、去年2017年でスタートして、でも逆光がいっぱいあった中でね、スタートしましたから、やっとここでですね、しっかりとスタートさせていくタイミングなんですけれども、火星も逆行してきてるし、しっかりとね、自分の内側を見ていくということがとても大切なエネルギーになっています。そして、今月は、2018年の11に7を足すと18になって9になるんですね。この間の日食のところでもご説明してますけど、18というのは月のカードになります。ムーンのカードです。ここにもゲートウェイがあります。そして月というのはですね、ある意味なんていうんですかね、非常に自分たち の、 あの潜在意識とか無意識の中でずっと私たちが引きずってきた心癖みたいなものを表します。ですから今いろんな事象が起こっている中で、自分の無意識にものを見てしまう心癖みたいなことをあぶり出してくれているかもしれません。ですからちょっと満月の激しい晩ですから、いろんな感情が湧き起こってくると思うんですけどね。木星がサソリ座で逆行が終わってね、巡行になった分、あの逆行中にいろいろ出てきたものを最終的に見せてくれるようなことも起こってるでしょう。私の視聴者の皆さんの中ではね、クライアントさんなんかもメールいただくと、なんかすごいこと起こってますっていうのが結構来てますね。ある方なんかは、あの胸が痛くて あまりにも痛いので初めて救急車を呼んで行ったらですね、何か、ご病気が分かってですね、手術をすることになりましたっていうようなことがあったりとかね、だから本当に自分では、全然予想してなかったようなことがポンとこうやって起こってくるようなエネルギーが来てますけれども、それもなんか大きな目で見たら、何か本当に自分の大切なものをもう一回見返るチャンスをもらってるんだと思うんです。で、18は 1+8 で9になりますから、これはハーミット、ね、賢者のカードですね。やはりね、今月はこれだけ激しい日食月食が続いて、来月また日食が来るのでね、火星もものすごくピークで逆行してますから、いろんな怒涛のようなエネルギーでいろんなことが起こると思うんですけども、大事なことはやはり自分と向き合う時間をしっかり作る、意識して作っていく。今回被災した皆さんとても大変だとは思うんですけど、そういう中にあっても、そこでね、もう自分の内側と向き合う時間をそういう時だからこそ作る、それがね、
多分何かもっと大きな枠組みの中で生かされてる自分に気づいていけるいい、オポチュニティをもらえるんじゃないかと思います。今日ちょっと先ほどネットでニュースを見ていたら、2011年の3月11日の震災があった夜、ね、みんな停電してしまって真っ暗な中にものすごく夜空が綺麗だったというニュースを見ました。で、仙台の天文台がその時の画像をもうなんか作り返すみたいなことをこう言ってる動画、ニュースだったんですけど、本当に綺麗な星空でした。やっぱりね、星がね、天王星が入る直前ですよね、魚座の最後のところでこういうことが起こっているのも偶然じゃないと思うんですね。でも常にそれはね、もっと大きな進化のタイミングから言うと必然で起こっていることなので、そこから私たちがもう一度原点に戻って、本当に自分らしく一人一人が生きていくことに気づいていけるチャンスをもらってるんじゃないかなと私は思っています。ね、そして2000、ごめんなさい、ちょっと戻りますね。27日、アメリカの場合27日なので、これは18に27を足すとですね、まあ、9にね、何を足しても元の番号になっちゃうんですね。で、これまた9なので同じテーマになりますけど、日本の皆さんの場合は28になるんですね。そうすると、まあ、アメリカの皆さんの場合は27はワンドの、エースなんですけど、やっぱり本当に自分はこうやって生きていくんだっていうスピリチュアルのこの火のエネルギーですからね。で、見ていく。内側をよく振り返りながら、本当に自分が行きたい方向を見るということがとても大事だし、28の方になるとですね、28はですね、タロットでいくとですね、これはワンドの2になるんですね。で、ワンドの2はですね、今何か、やっと自分が、ここにもゲートがありますよ、2でね。で、向こう側からですね、やっと自分の行きたい方向が見えてくるというようなエネルギーです。で、これをですね、28はですね、足すとですね、10になるので、まあ、1ですね。これマジシャンのカードです。本当にアルケミーが起こってくる。ああ、やっぱりこうやってやっていくんだっていうようなですね。何か、このアルケミーのカードが出てくるの本当に面白いなと思ったんですけど、先ほどの、この水瓶座の4度44分、444というのはですね、宇宙が、とか私たちの守護霊様、守護神様、守護天使のような人たちも存在がですね、私たちを陰でですね、きちんと私たちがこういうふうに生きていきたいからサポートしてくださいってお願いしていることに対してですよ。とても大事なのは私たちがちゃんと宇宙にサポートをお願いすることが大事なんですよ。そのためにこの月食、日食とかね、新月、満月のタイミングでいろんなアファメーションしてるんですけど、それをしていらっしゃる方はですね、そこをですね、ちゃんとサポートしてくれてるんだよっていうことを信じていくときです。ですから今、この瞬間に自分の思った通りに思わなことが起こっていなかったとしても、でもそこは何かもっと大きな視点から見ると結果的にはいいことなんだということが起こってるんだと信じてですね、今ここで自分ができることを精一杯やってみる。感謝しながら、生かされてる自分を感じながら、このゲートウェイをやっていくときに、マジシャンのようなですね、何かアルケミーのような、今まで思っても見なかったことがあれよあれよというふうに具現化してくることが起こってくるようなタイミングなんじゃないかなと私は思うんです。ね。土星の、7回目のウェブナーで私の人生についてちょっと皆さんとシェアしてたんですけど、私はですね、2015年の、土星回帰、第2回帰が終わった直後にですね、こちらに引っ越してきてですね、ヘッドハントされて、新しい仕事についてですね、そしてお家を買って、1回目のローンを払ったら失業してしまったお話を何度もしてますね。で、時に星が見れたからなんですけど、やっぱり、と思いました。本当に自分では想像だにしなかった。自分がすごく得意な仕事だったので、絶対役に立つだろうと思ってきたにもかかわらず、全然、いや、お役に立てないまま、クビになってしまった。で、その時にでも私のキャリアどんどん広がる配置だったんですね。だから、あ、これは本当に自分らしく生きる仕事をしなさいということなんだなというふうに宇宙のサポートを信じたんですね。ずっと私はそれを願ってきて、私は
が本当に自分らしく、私が一番世の中に役に立てる仕事をさせてくださいというふうにいつも祈ってましたから。だから、勇気を持って、どうやって食べていけるかわからないけれども、星読みつれづれ草を立ち上げたんですね。そしたら半年ぐらいで、奇跡が起こってきました。そんなお話をしています。本当に、いつもそうなんですけど、その前の、ラストクォーターというね、90度前になるとき、2008年にそういうことが起こってるんですけど、土星が。その時に私もはやっぱりその後でですね、また失業して、でもまた就職できてと、そういうね、一生懸命頑張ったけど、その頃土星は10ハウスにいたんですけど、やっぱりキャリアが広がるんですけど、広がる前に失業ということがあった上で広がるんですね。だから本当にね、宇宙を信頼していくと、自分の思った通りにならないけれども、一瞬失業するなんて、キャリアが広がるときに失業するなんてと思うけれども、そのおかげで私はもっともっといい仕事を手に入れることができたんです。ですから今本当にそんなタイミングだと思います。ね。ぜひですね、今の参考になさっていただいてですね、これからの皆さんの生きる指針としてですね、このパワフルなアストロロジーというツールね、特に進化占星学、コンシャスネスアストロジーをですね、一人も多くの方に学んでいただけたらと思います。最後に、3ヶ月アシスタントしてくれた、リエさんのチャートをですね、もう一回振り返ってみたいと思います。まず、これはですね、2018年にですね、の6月27日、前回の満月ですね。この時、リエさんのお誕生日の直後に、また私と一緒にですね、ジョシュア・トゥリーに行って、月を見た話を、ずっこけトークでお話ししてますけど、すごいタイミングが来てるんですね。彼女の場合は、この時に、月がですね、この時は、太陽と、彼女の太陽が重なって、月と土星が一緒にいてですね、で、9ハウスにいましたね。土星と、彼女の土星と冥王星はぴったりオポジションでしたね。そして、彼女の月と能動軸が重なって、火星がぴったり重なっていました。ね、ここでいろんなものを手放しながら、しっかりと願っていくことがとても大事。何か本当にタイミングが来たタイミングだよっていうのを、月があの時、岩に登った時に月が登ってきたから、ことからも本当に感じました。ね、本当に生かされていろんなものが起こってるんだなと思いました。そして前回の日食ですね、は彼女の、この土星とぴったり重なっていますね。冥王星がオポジションでね。そして、今回の、今度の皆既月食は、今度はですね、4度44分、彼女の、10ハウスで起こってきてますね。で、ノード軸はまだがちょうど5度ということで、彼女の5ハウス、11ハウスのカスプのとこにいますね。で、ですから、やっぱり何か彼女の大きくこの10ハウスのテーマが、そして5ハウスが刺激されてですね、やっぱり自分らしく本当に生きていこうということをすることを、で、何かいろんな不安になるようなことを手放していくタイミングだと思います。水星がですね、この時逆行してるんですね。確かね、水星は20、これが27日、26日から水星が逆行するんですね。ですから、この満月は、さっきす、あの、ちょっとそうだね、このことを言うの忘れましたね。水星が逆行を始めてきてますから、逆行の天体がすごく多くなってきています。ね。カイロンも含めるとですね、7個ぐらい逆行してるんですよね。1、2、3、4、5、6ですか。ちょっとごめんなさいね。だから、かなり、順行なのは、この天王星とごめんなさい。なんでこうなってしまうんでしょう。天王星とですね、木星が順行に戻りましたね。で、金星だけなんですね。でも、水星から全部逆行する天体は全部逆行しちゃってますから、そういう意味でもとてもフラストレーションが溜まりやすい、エネルギーが来ています。その分ですね、逆行しているときは自分の内側をしっかり見ることで、何か光り輝くような自分の内側の光が今まで見えなかったものが見えてくるタイミングでもあります。今日ですね、Facebook に友達が上げていてくれた素晴らしい写真があったので、それをシェアしておきました。すごい嵐のがまだあるところに虹ができてね、綺麗なね、日が差してくる綺麗な絵なんですけど、本当に今そういうことが起こっているなと思います。
ね、自分の内側をしっかり見ていくことがすごく大事な時ですよ。そして、リエさんですけれども、今回はこういう感じでしたね。ごめんなさい。これは、今回は、こうなってるのかな？これでいいんですよね。ちょうど彼女の金星と、今の金星も重なってきてますよね。はい。で、天王星と天王星もですね、ほとんどオポジションですしね。ただ、もう一つ、先ほどね、1月の31日、これは蒼井さんと前、アシスタントしてくれていた蒼井さんと一緒に私がですね、皆既月食をアストロジオの仲間と見に行ったんですけど、ジョシュア・トゥリーに同じ。ね、その時の図がこれですね。で、このチャートも皆さんにご提供してきますから、これと一緒に合わせてみてください。リエさんの場合は、これ1月の31日でしたけれども、これはどこ行っちゃった？私が、ごめんなさい、こっちですね。これですね。リエさんの場合は、そう、さっきの今の今回こうですね。ちょっとごめんなさい。場所を間違えてましたね。ここがアクティベートされてますけど、この間の月食の時はですね、水瓶座に太陽があって、月が獅子座だったんですけど、彼女のこの獅子座の金星のところにノードもいてですね。そして、天王星はまだ、お羊座の24度ですから、彼女のちょうどね、火星とかね、木星の塊のところと重なってですね、もともと彼女の持っている天王星とほぼポジションになってましたから、ものすごいアクティベーションが起こっていました。確かこの1月31日の頃は、リエさんはエストニアに行って、タントラのクラスをずっと受けてる後半じゃなかったかなと思います。うん。ですから、やっぱり彼女がその時にですね、いや、やはり願ってですね、行った時にお金ができてですね、入ってきて、私はここに行きたいけれども、お金がないから、行けるなら行かせてくださいというふうに宇宙に願った時にお金がもらえたので、約束したからエストニアに行ったんですということをですね、ズッコケトークでも話してくれたと思うんですけど、本当にそういうふうにですね、宇宙が働いてくれるんですね。そんなようなことが、今回のこの444というね、水瓶座の4度44分でまた起こっているこの皆既月食でもね、起こると思います。ですから皆さん、本当に真剣に自分がどんな風な生き方をしたいのかという自分の内側としっかりと取り組んでみる時です。ね、いろんな外側のいろんなことが起こってくると思うんですけど、起こってくることに一喜一憂するのではなくて、常に自分の中の一番ピュアな自分でいる、その波動をしっかりと自分の中で感じていくことを許していくような時間をとっていきましょう。はい。ということで、ぜひですね、皆さん、今度のウェブナーですね、いよいよ金星、本当に金星はね、とても大事です。2ハウスと7ハウスのルーラーです。リレーションシップもそうですけども、自分のとの価値観、自分との関係づくり、そしてその自分の価値観を使ったスキルを使って得たお金みたいなことも金星は司ってきます。ですから、自分の金星のエネルギーをちゃんと読めるということはとても大事です。今回は金星のエネルギーの読み方そのものはまだお伝えできないんですけど、たった2時間では。でも逆行の仕組みが他のか逆行とは違いますから、そこをしっかり見ていただいてですね、で、逆行がどういうインパクトを持ってくるかというのをお話をですね、まずは手始めにしてですね、詳しいまた金星の読み方とかはですね、コンシャスアストロジーの初級コースで皆さんにご提供していこうと思います。もう、早割価格はですね、7月30日までですから、20%引きで受けることができます。コンシャスネスアストロジー受講者の皆さんは40%引きで受けられますから、そろそろコンシャスネスアストロジーの入門コースを受けようかなと思ってらっしゃる方は、まずそちらを申し込まれてから、こちらを申し込んでいただけるとですね、40%引きで受け取れるようになりますから、そのこともご相談くださいませ。それでは、皆さん本当にパワフルな、日食、月食ですよ。今回ね、皆既月食、日本でも見れますから、ぜひエンジョイしてみてください。はい。そうだ、サビアンシンボルを最後に言うの忘れましたね。2回目の動画なので、つい忘れちゃうんですけど、サビアンシンボルは、太陽は獅子座のことで、深い渓谷に、岩が塔を形成する。だからやっぱりここノースノードですからね、太陽の方が。今回の食はですね、サウスノードで起こってますから、やっぱり今までの自分のこうちょっとクールに見すぎていたところを、
見返る中でね、何かね、しっかりと、自分のことを気づけるようなタイミングになってきてますけど、太陽の方の獅子座をね、しっかりと見ていくとね、ここでね、しっかりとですね、狭い渓谷ですから、谷間ですよ。でもそこに、牡牛座の、なんていうんですかね、天王星がね、牡牛座に入ってグラウンディングする中で、やっぱり私はこんな風な、こう、ものを作りたいんだっていう風に岩がですね、ぐーっと塔を作っていく。そんな感じが私にはしますね。そしてその反対の、月食が起こる水瓶座の方はですね、若いリーダーの努力を成就させようとする先祖の委員会と。なんか本当にさっきの444の、マジックナンバーがね、マスターナンバーが、本当に宇宙がいろいろと私たちをサポートしてくれてるんだよというメッセージともぴったり重なるサビアンナンバーなので、本当にすごいなというふうに私は思っています。なんかワクワクしながら迎える月食なんですけど、私も。さあ、皆さん、この月食を思いっきり楽しんでみてください。それでは、今度はこの動画がちゃんと配信できることを祈って終わりにします。最後まで聞いてくださってどうもありがとう。Thank you so much and so much love.